はい、どうも、こんばんは。2017年10月の8日、19時です。よろしくお願いします。ワドッツです。髪の毛をね、今散髪してご飯食べて帰ってきました。帰宅配信ですね。よろしく。結構いい美容師さんで、腕のいい美容師さんで、通おうかなと思ってますね。お店の方からね、配信やっても全然いいっすよって、コラボしましょうよって言ってもらえて、髪の毛カットしてきたわ。ノルさんが金梅さんとアイラとかけえアイラさんをかけてアイラさんをかけてって何？ドレさんと金梅さんが戦うのわかんないけど、アイラさんをかけてって何？アイラをかけるっていう意味がわかんないんだけど、どういうことかなりやさん。え、どういうこと？どういうこと？いや、ちょっと意味がわかんないっすね。なんでアイラをかけるの？アイラがかける意味がわかんないんだけど。あ、何？二人ともゲイなの？どういうこと？アイラをかけるってなんだ 金梅さんとドレさんの戦いの景品がアイラ？え、アイラとコラボするっていうこと？景品がアイラの意味が全然わかんねえな なんでおっさん2人がアイラを取り合ってんだよ マジ全然意味わかんないでしょ。え、どういうこと？え、それはアイラに聞けばわかるの？全然意味わかんないんだけど。どういうことっすか？勝った方がアイラさんと同棲？それ本当なの？それ本当なの？俺聞くよ、アイラに。何？どういうこと？どういうこと？アイラに電話するわ。起きてっかな？繋がんないね、アイラ。え、どういうこと？銀杯さんの枠でやってた？アイラと同棲するの、バカすぎるよな、本当に。面白すぎるし、バカすぎるよね、なんか。あ、面白い、面白い。いいんじゃないですか？ 男を取り合うっていうのはね、おっさん二人がね、なかなかシュールで面白いでしょ。結構バッサリ切ってきたよ、ほら。どう？新しい髪型。結構バッサリいったでしょ。こっち側そんなにわかんないね。こっち側変わってないけど、こっち側結構いってるでしょ。すごい髪型になったよ。いいでしょ？こっちから見ると全然、まあちょっとこっち側切ったとかさ、そういうのはあれだけど、こっち側はちょいさっぱりした感じだけど、こっち側がっつりいった感じね。いいでしょ？正面から見た方がわかりやすいかな。腕が良かったよ。坊主に近いぐらいいったもんね。どう？どうですか、ニューヘア。なんかここ残しましょうって言われて、この黒い方残したんだけど、コントラストあっていいっすよっつって。イケメン、ありがとう。のんちゃんが若返ったっつって 帰った瞬間、和道さん若返ったっつって。こっちががっつりいったね。結構もう攻めましょうっていう、その美容師さん相談して攻めましょうってなって、そうしましょうっつって 結構いったよ。短いの似合うかな。こっち側から見るとだから短いね。こっち側から見ると長い。すごい攻めたでしょ。でもこの美容師さん腕良かったね。パパッと切ってくれたよ。
パパってやってくれた。うん、お、すぐ伝わったね。うん、ここを残すか残さないかで、ね、そう。でも根元がちょっともう黒くなってるから、ここに黒のコントラスト入れておけば、そのセットしてここが黒髪になってもおしゃれ感出るんじゃないっていう話になって、うん、アシュラ男爵がわかんねえな。アシュラ男爵みたいでかっこいいな。アシュラ男爵がわかんねえわ。多分あるでしょ、筋肉マンでしょ。え、アシュラ男爵ってなんだろう。アシュラ男爵かっこよくはねえだろう。ツバメのやつ。ツバメ、ツバメ、なんだアシュラ男爵全然かっこよくねえ。ガッチャマンかアシュラ男爵はねえだろ。ヤクアイテムありがとう。ウェー、アシュラ男爵みたいでかっこいい。アシュラ男爵奇抜だね、攻めてるねかなり。男と女、男と女っつうか、だから半分にメイクかましてるんでしょこれは。多分女装してるんでしょこっちがアシュラ男爵すごいデザインだね、キャラクターデザインだね。うん、印象変わって見える。何点どう、かっこいい、かっこいい、うん、結構こっち半分出しちゃった方がかっこいいよねこれ、うん、この辺まで出しちゃった方がいい、おでこ出しちゃった方がいいと思ってんだよね俺は。こっち側にこういう風な感じでセットするんだったら、俺がセットするんだったらこうふわ、最近の人ふわっとさせんだよね。なんかもうがっつり攻めてほしいんだけど俺としては、うん、でこう出した方がいいんじゃない、半分近くこういう感じで。どう、でこう出した方がいいよね多分半分ね。うん、こういう感じにした方が多分いいよね、うん、こういう感じの方がいいよね。なんかね、垂らされるんだよね。女半分、女なんだ。へえ。あ、そういう感じなんだ。悪くないよね、アシンメトリー。しかもさ、今で言う、おしゃれアシンメトリーみたいなさ、要は、俺は、モヒカンならモヒカン、本物のモヒカンがいいんだけど、ハードモヒカンがいいんだけど、今のやつらってやたらおしゃれじゃん。結構腕のいい美容師さんでよかったわ。アシュラ男爵好きなんだ。うん、いや難しいと思うよ、 この左右非対称でバランス取ってくれって。でも、あ、わかりましたっつって、大体イメージできましたっつってバーってスピーディーな感じで、でちょっとイメージ湧いたんで僕のイメージでやってもいいっすかみたいな、あ、お任せしますっつって、で結構その こっち側をがっつり行って、でここ残したいんですけどつって、あ、もう全然遊んでくださいっつって、すげえうまかった、うん、いいよね。いいよね、中ちゃんね、悪くないよね。いろいろ遊べると思うんだよね、こっち側長いから。パーマかけてもいいかもね、もう長い方、うん、こっち側パーマかけてもいいかもしれない、くしゃっと、うん、難しいんだよな、悪くないよね。ここを出したい、おでこを出したい俺は。ヘッドホンするから髪崩れんだよね。いつまでそんなことやってんだ。そんなことって何あの、なんかふわっとしてるから、いつまでそんなことやってるんだって、何の話してんの、 お前誰そして、うん
どこ目線からなの？この人に似てる？誰それ？サムネが小さくてよくわかんないわ。カナリアさん、この人に似てるっつって。新しいサムネイルの使い方やめてくんない？なあ、君たちは本当に。よいしょ。お前もふわふわしてんじゃねえのかよ。お前もふわふわしてんじゃねえのかよ。もう何言ってるか全然わかんねえわ。うん。何言ってるのか全然わかんねえわ。何が言いたいの？ふわふわしてるって。何なの？もうわかんないわ。わかんない。ごめんね。わかんない。何が言いたいのか何がしたいのか全然わかんない。フィフスエレメントの敵の人なんだ。フィフスエレメントの敵の人なんだこれ。だ似てねえだろ。なんだよそのフィフスエレメントの敵の人を俺に送ってくんなや。この人に似てる。似てるか。うん、こんな髪型ではないだろ。ここまで攻めてねえだろ。なあ。乗っかってるみたい。乗っかってる。これは攻めすぎでしょ。これとは違くねえか。ちょっと。剃ってるもん。うん。剃ってるし、なんかプラスチックはめ込んでるし。でも顔立ちはイケメンだよね。なんか俺好きだよこういう顔。うん、目寄ってるね。目寄ってるね。完全にイッチとか言って。うん、こういうのが似合うってすごいよね。こういうのが似合うっていう、こういうファッションはなかなかできないですよ。新橋で一人で雑談でしょ。新橋雑談でしょ。買ったよカオス。カオスやばいよこれは。これはやばいよ。でハンドガン買えってさっき怒られたんだよね。これいいでしょ。買っちゃったよ。で今ドレさんとチームジョーズは鮫島さんリーダー、サブリーダー、俺、ドレさん、リンリン、コトカで、のんちゃん。うん、いいでしょ。連動ガスじゃないよ、サブマシンガンの。サブマシンガンは電動だよ。うん、さっきはもうわちゃ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 してて、もう鮫島さんがもう暴走してたからね。あ、悪い鮫島さんになってたね。悪い鮫島さん、うん、悪島さんになってたよ。悪島さんに、うん、冬は電動がいいらしいよね。はい、バレーニワトツ。俺の P90。どっからでもかかってこいや、つって。うん。今日のドレさんの伝突面白かった。壁の向こうからヤジ飛ばす。ああ、もうスネオだよ、スネオ。本当に。本当に。スネオですよ、スネオ。鮫島隊長は金梅さんの枠でもすごかった。嘘、暴れてた。鮫島隊長だから明日がさ、サバゲーの日だからテンションが上がってるんだよ多分。テンションめっちゃ上がってるんだよ。暴走状態の。誰も鮫島さんを止めることはできない。かっこいいでしょ。 P90 プロジェクト90。プロジェクト90っていう名前もかっこいいよね。
あ、そうなんだ。暇なんだろうね、多分。高架機動隊のサスタバっていうの出てくるじゃん。待てばを使ってる徳さんに対して、サスタバにしなさいっていう。実効性とか何とか圧力を気にするなら、援護される身としては何とかなわね。サスタバにしなさいっていう、そのサスタバっていうののモデルになってる銃が。だから高架機動隊の、その、あの、戦車と戦うシーンでこういうの使うでしょ。これが元になってんの。P90 が。だから俺これにしたの。そう。だから、元子が持ってる銃のオリジナルですよ。かっこいいよね。いや銃はかっこいいわ。でもハンドガン変えてめっちゃ怒られた。2時間ぐらい怒られた。 P90、 うん、P90 ノーマルにした。ハイカスタムにしようか迷ったんだけど、音結構いい音鳴るよ。反動もでかいよ。うん、思ってたよりもでかい音だよ。うん、鮫島さんサバゲーやるの。音そんなしょぼいか。結構でかい音だよ。スタンダードハイキャパガス持ってる。おお、スタンダードっていうかノーマルでしょ。これがスタンダードでしょ、要は。うん、いや、ハンドガンよりは強えだろ、どう考えても。ハンドガンよりも強いでしょ。重心がある方がいいの。なんかね、その P90 に関しては、いや、和道らしくていいよとか、あ、和道 P90 っぽいって褒めてくれる人と、お前 P90 はねえだろっていうね、なんか、その、まさに俺の放送と一緒で、アンチと囲いがすごい分かれる。すごいこの銃に関しては分かれるけど、いや、P90 使う人ってあんまりいないんだって、サバゲーで。うん。宇治の方がぽい？宇治？うん。帰省前の SS9 無敵？和道が選びそうなのはすごい納得できるけど、要は、その、まあ、ファッションだろっていうことでしょ、要は言いたいことは。のんちゃん、ティッシュある？ティッシュボックスでちょうだい？これがよくわかんないんだよね。ありがとう。で、リスナーさんが他にもくれるって、使ってないやつ。え、こんなにかっこいい銃ないでしょ。90年代のエアガンやばかったんだ。なんか改造したらだってあれができるっていうもんね。あの、実際の弾撃てちゃうっていうもんね。サスタマの電動ガン出ないかな。でも高いでしょ、多分出たとしても。そういう限定モデルみたいなのは。俺 P90 全然納得してるし、早く試したいけどね。のんちゃん構えてみてよ。これで女の子でも使えるっていうので有名なやつだから、のんちゃんこれなんで今、ね、うん、BB弾でもフロントガラス割れた、すげえな。すげえデザインだよな。ゲームではそれ使ってた。これ、うん、かっこいいじゃんね。なんかすげえ言われるんだよね。
いや見た目重視でしょ何事も。最近のはかっこいいのが多い。これでも結構昔からある銃でしょ。そんなに最近の銃じゃないでしょ。俺だから室内戦をやりたいのよ。なんか特殊部隊系の感じでやりたいの。なんか高架機動隊とかアキラとかそういうイメージなんだよ。なんかそのリアルな戦争とかの感じじゃないんでしょ。うん。ファーマースと P90 はドストライクのフォルムしてる。そう、P90 使い手はほとんどいないんだって。まあだから、あれなんだろうね。性能的な問題なんだろうね、多分。この弾が散らばるとかさ。でもだからこそかっこよくない？お、P90 使いだってならない？ならないか。ファーマースもいいんだ。ハイキャパで十分。はい、ワズツー、たくみさん、お疲れっす。ファマス。ファマス。おお。おー、かっけえな。はい、ワズツー、りょうちゃん。はい、亀尾さん、ワズツー。ハイキャパ。まあ、男のロマンだよな、これは。ブルドッグ。海外だと使わなくなったショッピングモール丸々使ってサバゲーできるところも、そういうの最高じゃん。そういうの最高じゃん。廃墟とかでやりたいもん。廃墟とかでやりたい。さっきワド B90 の使い手はいっぱいいて一般的って言ってなかった？言ってないよ俺そんなこと。言ってない、言ってない。P90 の使い手は少ない。メーカーが3点仕様じゃなかったかな、ファーマス。歌舞伎町でやったら速攻ヤクザ出てくるでしょ、こんなの。実弾飛んでくるわ。あー、ガラスあるもんね、廃墟は。軍艦島は行きたいな一回。もう行けないんだっけあそこって。軍艦島って、あそこはすごいよな本当に。入れないんだっけ。命中精度いいけどガラスほどパワーないでしょ。だってそんなガラスほどのパワー出るのないでしょ。怪我するでしょ。実践練習して充電の持ち方とか威力試した方がいい。まあそうだよね、試した方がいいよね。確かに確かに確かに。ああ、そうなんだ。完全立ち入り禁止だもんな。あそこは行ってみてえな。木がめり込んでた、やば。まあそれは規制するわな。怪我するもんね完全に。まあ弾飛ばなかったら負け確だよね。え、でも BB 弾でジャムることとかあるの？木に向かって撃ってみたら、いやーもう速攻通報入るでしょ。結構音するよ、ダダダダダダって。ダメでしょ。田舎とかだったらまあ大丈夫だろうけど。あるんだ、ジャムるんだ。え、でもこんなのジャムったらさバラせないぜその場で。どうすんのジャムったら。
寒ったら終わりだよね。マージン2つだね。この300発入る方ともう一つの方買った。ちゃんとバイオ BB 弾にしたしね。弾が出てこない。なんで？あ、蓋しちゃうの。一回マガジン抜いてシャカシャカする感じなんだ。これが飛んでくるわけだもんな。フェイスガード買ってない、まだ。オリジナルでやろうと思って。フェイスガードないときついよな。それでもなんかもうハンドガン買え、ハンドガン買え、すげえ説教されたよ鮫島さんに。さっき2時間ぐらいずっと怒られてたからね。イライラしたわ。なんで俺怒られてんの。明日秋葉でしょ。欲しいもの今のうちに決めたらどうしようかな。ハンドガン別に俺欲しくねえんだけどね。のんちゃんは何がいいんだっけ。グロックっていうメーカーなの。グロック、グロックの何がいいの。何でもいいの。のんちゃんはグロック買ってって言われた。のんちゃんにも1個買ってあげる。グロックがいいんだって、のんちゃんは。グロックって笑われてるよ。中国人みたい。中国人が使うのグロックは、うん、俺は何がいいかな。アメリカの警察グロックなんだ、じゃあ俺トカレフがいいな。トカレフってないの。トカレフってないの。銀だら。銀だらダメかな。トカレフダメ。グロックは18発装填でセミオートとフルオート切り替えられる銃。グロック18が確かそうだね。トカレフダメかな。ヤクザって言ったらトカレフのイメージがあるんだけど、トカレフってすごいダメなんだよね確か。暴発するんだよね。ソートカトラス、ソートカトラス、ソートカトラス。あーかっこいいけど、俺こういうイメージなの。全然こんな感じじゃないけど、俺の中でこんな感じじゃない。なんか二丁拳銃とかやりそうだね。なんかブラックラグーンと、ブラックラグーンがこれか。ブラックラグーンっぽいなと思った。グリップにドクロ。あ、本当だ、海賊のマークが入ってる。俺グッと来ないね正直。拳銃種類で調べるか。ハンドガン種類、ハンドガン種類、画像で一覧で見たいな。あれはルパン三世が使ってるやつ。なんだっけな。ワルサー P38 か。でもリボルバーってどうなの。リボルバーね、コルトガバメント S&W、イングラム M10、 イングラム M10、 うん、見た目で言えばデザートイーグル。デザートイーグルもあんまり好きじゃないんだよね。コンパクトなのが好きだね。
シグザウエルってかっこいいじゃん。シグザウエル。シグザウエル P226 かっこいいじゃん。ベレッタ M384、麻薬取締官が使ってんだ。ベレッタ。ベレッタかっこいいよね。ベレッタかっこいいじゃんね。ベレッタ M92 とかかっこいいじゃん。シグはイスラエル。ベレッタダメなのかな。ベレッタがトカレフ。マカロフもかっこいいじゃん。オートマグ、デザートイーグル、銃一覧みたいなの見たいな。なんかないのかな。美味しい。なんかその拳銃サイトみたいなのないかな。デリンジャーがいい。デリンジャーデリンジャーいいじゃん。なんか癖のある銃がかっこいいって思っちゃうの。なんかハンドガンってさ、見た目そんな変わんないじゃん。あるわ。あ、こういうふうアマゾンで見るっていうね。だからそうフルオートのね、こういう買いたいと思ったけど、サブマシンガンにサブマシンガン買ってどうすんだって怒られたんだよね。ウージー欲しかったんだよね。ウージーブローバック買えって言われたし。東京丸いで見るか。東京丸い。みんな好きだよな、本当に。みんな詳しい。みんな詳しいよね。ガンマニアばっかりになってきた。俺の放送ガンマニアで埋め尽くされるんじゃねえかっていう危機感があるもんだ。すごい。あ、かっこいい。ガスガンでしょ。要はサバゲ世代なんだ。世代ってあるんだ、サバゲって。 FPS マニアも楽しめるんだよね。ガスブローバックでしょ要は。でのんちゃんに買ってあげたいのこのグロック 18C ってやつなの。これ1万7000円するんだけど、これがいいんじゃないかなと思ってて。うわ、連動すんの。だからすぐ弾なくなっちゃうよこれ。これどう？それいい。高いぞこれ。だからそれをアマゾンの中古で探す。これ連射はいらないんだったら別に普通のあんだけど。パンパンってやればいいんだよ。え？普通にパンパンってやる。あ、まあ切り替えられるよ。だからもうダダーって連射できるのこれ。新品じゃなくてもいいけどね。小さくて軽いやつじゃないとね。俺はそういう方が好み。あの使いこなせないから。うん。普通のブロックでよかったら、連射機能いらなかったらこういうのもある。別に。これかわいいね。カスタムやってくれんだ。これは
これダメかな、これ PX4、 うん、なんかグッとくるハンド感がないんだよな、グッとくるハンド感、これだっていうのが、うん、なんかハンドガングッとこねえんだよな。怒られたかな。ハンドガンはその辺でね、ちょっと遊べるから。うん。これコンパクトなやつの方が俺は好き、小さいやつ。カスガンプロバック R シリーズ、固定スライドガスガン、固定スライド、スライド固定、スライドしないってことか。ガスリボルバー、リボルバー行く？うん。いや両方とも重かったよ。コルトパイソン行っちゃう？でも6発しか入らないってね、それ考えたらこういう方がいいんだろうけど。サムライエッジ、バイオハザードか、うん、あこれかっこいいな、うん、金、うん、ハンドガンね、コルトガバメント、難しいな、迷うね。ハンドガン、渋いのがないんだよな、ルパン、グッとこねえな、ハンドガン。なんでマシンガンにマシンガンダメなんだろうな。ウージーとかダメなの？なんでガスガン、ガスガンじゃないといけないんだろう。ウージーじゃダメなの？サブ。電動ショットガン。なんでハンドガンなのかな。コンパクトマシンガンでこういうのダメなのかな。スコーピオンとかこういう方が好きなんだけどな、ダメなのかな。邪魔なんだ。いやだってサイズそんなハンドガンと変わんないよ、少し一回りでかいだけで。これじゃダメなのかな。これじゃダメなの。そんな変わんないぜ。ハンドガン必要ってすごい言われたの。サブウェポンって意味でしょ。あでもハンドガンだけで縛りの、うん、あそっかそっか言ってたね、ハンドガン縛りのゲームモードもあるからっていう。そっか、じゃあハンドガンは必要なんだ。エアコッキングじゃダメなのかな。エアコッキングの方が種類いっぱいあるし、安い3500円とかだよ。
エアクッキングだったらダメなのかな。え？痛くない。痛くないし飛ばないんだろうね多分。ガスガンね。手にこうやって自分で当ててパンって言ったら痛くない。うん、これは？これがいいんだけど俺。これダメなのかな。え、これめっちゃいいじゃん。え、これがいいんだけど俺。これサブウェポンじゃダメかな。これハンドガンじゃない？それマシンガンじゃない？これは何なんだろう。これはランチャーだね。一発だけど。コンパクトランチャーだね。至近距離ででもこれ撃たれたらビビるっしょ。至近距離でこれ撃たれたらかっこいいね。ランチャーだねこれ。いやこれかっこいいよね。サブウェポンがこれだったらかっこよすぎるよね。これいいな。ずっとリロードしてなくてそうだね。うん、ショットガンプラスグレネードランチャーなんだって。だから1個で2つ美味しいみたいな。こっち側がグレネードランチャーでこっち側が、え、これいいじゃん。一度で二度美味しい。うん、至近距離でランチャーは面白いでしょ。お前何ちゅう武器持っとんじゃんっていう。これめちゃめちゃいいじゃん。ダメなのかな。却下されるかな。サメ島兄やんにこれダメっすかって聞きたいんだけど。あ、違う。分かった意味が。これ意味が分かった、のんちゃん。これ、銃の下についてるんだ。この部分なんだ。だから、M、P90 の下にこうやってつけたらダメかな。ダメじゃん。怒るかな、サメ島さん。要はこれがアサルトライフルで、こういう風に装着できますよってことなんだよ。だから引き金がトリガーが2つあるんだ。アタッチメント買えばいいじゃん。ダメなの？いや銃買いましたよって。グレネードランチャーってハンドガンじゃねえじゃねえかっていやだからこういうさ合体、男の子は合体好きだからこういう合体できる銃がいいんだけど、単体でもグレネードランチャー使えるよねどういう弾の出方するんだろうこれは。これめっちゃかっこいいじゃん。サメ島さんすげえ言うからな。ルールがあるから厳しいんだから。ハンドガン、固定スライドガン、ガスリボルバー、何がいいんだろうな。まあもう広角機動隊シリーズで待てば買っちゃうっていうかね。ガスガンの待てば探してみようか。ガスガン待てば、ガスガンの待てば、この商品は現在取り扱いしてません。待てばはダメなのかな。待てば全然俺楽しくなかったんだけど、普通に普通にイライラしたわ。ガチ目でうざかったね待てばダメかな。いや待てば実用的じゃねえよな。いやもう少し待てばって明日帰って怒られたんだよ俺だって買いたくねえよ。うん、いや見た見た、グロックの C18。 これだっていうの欲しいね。なんかもうこれだっていう全部見たんだけどグッとくるのがないんだって。これでしょ。これでしょ？これ見ようか。ちょっと待ってね。
南部式は南部式っていうのがどういうのか分かんないけど、すぐ玉切れ起こそうな、すごっ。うん。あの人に長い。マーク23、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 マーク23。わかんねえな。サイデさんみたいにつけたやつ。うん。わかんねえな。これかっこいいね。いや、ハンドガンわかんねえな、マジで。あ、インディ・ジョーンズの銃にしよう。インディ・ジョーンズでは愛用してるリボルバー、ハンドガンリボルバー、スミス&ウェッソンだっけ、 S&WM17。 あ、いいね、そういう手もあるのか。インディアナ・ジョーンズと一緒にしようかな。てんてててんてんててん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 てててんてんててんてんててんてててんてんてて、マック10ってやつが人気。コルトローマ、ニューナンブはこう警官になりきるって、このなんかなんだろう、日本なんかすげえシュールだよね。なんかすごいシュールだよね。なんでこんな格好悪い感じになるんだろう、日本人が銃構えると。慣れてない感がすごくない？似合わない。うん。なんか面白いよね、日本人って。おまわりさん。でもこの人たちは多分射撃上手い人なんだろうね、こういう風に写真が残ってるってことは。なんかこういうアメリカ人みたいにならないんだよね。ネイビーシールズが使ってんのがこれか。はい、ヘタルさんいらっしゃい。ぼちぼちですね。でもベレッタがいいかな。24が使ってんだ。ベレッタはお好き。のんちゃんグロックがいいんでしょ。うん。フェイスオフとかニコラスケージやっぱ嫌いだわ俺。ほんと腹立つ顔してるよな。なんだろうこの顔、なんかおちょくられてる感じがするんだよな。なんか嫌いなんだよな、ニコラスケージ。ゲイだよね。ゲイだよね。うん、やっしゃみしますよ。あ、これいいじゃん。南部大型自動拳銃。渋すぎだろ。あ、なんかでも好きだな。うん。おお。いや、あえてっていうね。さっきカオスがいいんじゃんっつってくれてたけど。
なんかいいよね。でかいじゃないの。でかいのかな。ハンドガンね。ショットガン買ったら怒られるんだろうな。ハンドガン釣っただろうって。いやスーツでやってもかっこいいよね。007みたいなね。お前一人だけなんか趣旨間違えてるだろうっていうね。007みたいな感じでやるのありだろうね。007は何使ってんだろう。007 10、ジェームズ・ボンドの銃見てみようか。007の銃はどんな感じなんだろう。ほう、うん、あ、だからこういうのが可愛い。なんかレトロっぽい感じの。ターミネーターの銃売ってたよ、8万5000円でガトリングガン。 笑ったよ。ガトリングガンって売ってるんすかって。エアガンですげえと思ったよね。カジノロワイヤル、え、本物の手つき、ほんまもん。カジノロワイヤルの銃とかいいよな。ハンドガン難しすぎるんだけど、どうしたらいいの。ヒットマンもかっこいい。ハンドガンね。俺だからこういうのがいいんだけど。ウージーUSB わかんないな。 USB オーソドックスなやつが似合いそう。いや何がオーソドックスなのか全然詳しくないからわかんないんだよ。何がオーソドックスで何がオーソドックスじゃないのかさ。だコンパクトな銃の方が好きですね僕は。ハンドガンだったらコンパクトでちっこいのが可愛いと思うから。いや怒られるんだ。だからもう胃が痛いんだよ俺。結構若干本気でストレスだから。あれはなかなかのうざがらみだと思ってるから。あ、こういうのがいいな。これなんだろう。これダメ。龍之介ブラスタープロ。なにこれ。エアガン見てみようか。え、なにこれ。龍之介ブラスタープロ、なんだこれ。ん、どこにあるんだ。さっきの商品グロック、エアコッキングじゃダメなのかな。どこにあるの。さっきの龍之介なんとかが見たいんだけど。これかっこいいな。ガスの方が高い。3500円4000円で売ってるのがガスガンになると1万5000円からになるね。でも買えっていう体調命令が。電話しないよ。もう胃が痛いんだって俺。しないよ。結構未だに肩凝ってるからね。持ってるやつはない。カオスは何持ってるって言ったっけ。なんか昔のいいやつ持ってるらしいよ。これが欲しいわ。こういうのがいい。エアコッキングとっさに銃ないときワンクッション入るから。あー、変わった銃が。水鉄砲じゃダメかな。水鉄砲買おうよ。水鉄砲。みんなレンタルなのかな。いや、お前はサブリーダーだから買えだって。ハイキャパ、最近のハイキャパってやつだって。うーん、てかカオスもチームに入る。やらない。持ってるならやろうよ。
カオスやろうよ一緒に。コトカとリンリンとノンちゃんと俺とドレさんとサメ島さんなんだけど、やんない？使えないやつだから。使えないやつって何？危なすぎて使えないやつを持ってるから使えない。あ、ハンドガンは塗装はしないかな。ハンドガンは塗装しない。うん、いや、鮫島さんのところにコトカから問い合わせあったらしいよ。うん、なんかねえかな。なんか人と違うの使いたいんだよな。なんかもう人と違うの。あ、これいいじゃん。これはあかんかな。あ、いいじゃん。え、なにこれ売ってんの？これあれじゃん、なんだっけ、サイコパスじゃん。これあれでしょ、弾出ないやつでしょ。これあれじゃん、あのサイコパスのやつじゃん。いや、こういうのがいいんだけど。これ銃出ないでしょ、弾。これこそおもちゃでしょ。これ、鮫島さん、激怒になるよ、こんなの。いや、これ、鮫島さん怒るやつだって。弾出ないでしょ。うん。これ、怒られるやつだ、本気で。これ、弾出ればいいんだけどね。うん。これ、いくらすんだろうね。これ買ったら怒られるだろうな。うん、本気で怒るだろうな。多分ね、ガチで本気で切れるタイプだと思う。お前おちょくってんだろうっつって。これ怒られるわ。これ絶対怒られる。もう舐めてんだろうって。あ、これは？うん、レールガン。レールガンね。いやー、もうハンドガンで胃が痛くなる日が来るとは思わなかったよ俺は。ベレッタ買おう。ベレッタ、ベレッタ、ベレッタね。ベレッタ、ベレッタで調べようか。ベレッタ、ホルスターに入らないと。要は変わり種がいい。変わり種っつうかこれだっていうの。デリンジャーはいいんだよ。だからデリンジャーはありだよ俺の中で。デリンジャーありなんだよ。ねえ、鮫島さんもお前デリンジャーでいいんじゃねえっつってなんだけど。デリンジャーありだね。デリンジャーにしようかな俺。本気で。あの、女売春婦が持つやつ。俺デリンジャーでいいんだけど、ダメかな。怒られるかな。ダメ？いや、可愛くない？デリンジャー普通に好きなんだけど。弾数制限あったら。弾数一発できないじゃん、遊べないの。少ない分には文句言われないでしょ。だからこういう可愛いじゃん、すげえいいじゃん。デリンジャー普通にいいんだけど俺。そう、ガーターベルトに挟むやつ、内ももに仕込むやつだよ。だこういうのが好きなの俺は。なんかこう可愛いとかさ、わかる？なんか、あ、俺これでいいや、これがいい。これじゃダメ？ダメ。火打ち石みたい。なんでこれじゃダメなの？遊べない。遊べるでしょこれで。遊べない。なんで怒、なんでのんちゃんも怒るんだよ。俺マジでこういう方が好きなんだけどな。ハンドガン
いや、ハンドガンでしょ、これ。いや、ひなわ銃だけど。ひなわ銃だけど、ハンドガンはハンドガンでしょ。普通に遊べない。わかったよ。普通に遊べ、でもデリンジャーはありじゃないの。世界観がそうそうそう。だからなんつうの、形から入りたいタイプだから。じゃあそれは趣味で買って。趣味で買って、なんか鮫島さんみたいになってきたね。あ、意外て。え、そう、丸い以外にもメーカーあんの？究極のハンドガンって何？これでいいと思う。ちょっと待って。何これ？何これ？え、何？な、何？もう。サイコガン、ブラックバー。なの？あのさ、もうリンクを手間がかかるの。手間が。無駄なクリックをさせないでください。いや、なんかね、ハンドガン昔からあんま好きじゃないんだよね。なんか、本当に結構、なんつうんだろう。あんまグッと来ないんだよな、ハンドガン。なんでなんだろう。なんか男の子心を全然揺さぶらないんだよな、俺の中の。男の子じゃないんじゃないの？いや、だからそうなのかな。なんかね、ハンドガン、これは？なんかねえかな。ハンドガン。なんかねえかな。これだっていうのが欲しいから、なんか無理して買いたくねえんだよな。P90 をサイドアームにして、確かにハンドガンが全て同じに見える。そう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 、そういうこと、そういうこと。なんか個性がないように見えちゃうの、ハンドガンって。もうだから完成されてるんだと思うんだよ。なんかある種。もうテンプレートができちゃってるっつうかさ。わかる？言いたいこと。なんかもう全部変わり映えしないっていうかさ。あ、これいいじゃん。お、これ良くない？なんだこれ。ほう。なんだこれは。ライトがついてるんだ。ライトか。ライトがつくのか。これいくらかね。でもライトがついてるっていうのは俺の中ではちょっと好感度は高いよね。あ、これなんだ。いや、ライトがつくのは好感度高いね、俺は。ライトか。ライトがつくのか。いくらなんだろう。なんでこんな個性がないんだろうな。あ、だからこういうことか。あ、オプションでつけられるんだ、これを。でも別にライトいらねえかんな。い
いやまあいるけどそこまでいるかっていう。なんかもう画期的な拳銃が俺の中で画期的なハンドガンが欲しい。画期的な。この発想はなかったわっていう。度肝抜くやつ。度肝抜くやつが欲しいの。ハンドガンカスタマイズとかカスタムとかで見てみようか。カスタム。いや、カスタムでどこまでできんのかわかんないから。うわ、クソダセえな、おい。クソダセえな。なんなんだろ、このハンドガンのクソダサさ。もうダサすぎるでしょ、もうこれ。なんかもう、中二病こじらせ、まあ、その悪いこじらせ方っていうか、これ爆笑するでしょ、こんなの出てきたら。これ何やってんのって話でしょ。いや、ゴテゴテだしさ。だったら、なんかもっとちゃんとした銃買えよっていうかさ。もうこれだけでっつうか。あ、これの、これいいじゃん、これ。え、この銃なんて、あ、これはあれか。おー。これいいな。まあ悪くないな。下につければいいのか。なんかね、そうなんだよね。間抜けなか、あ、これかっこいいな。あ、カスタムすりゃいいのか。カスタムできそうなやつを選ぼう。選ぼう。そう。なんかね、こう、なんかもう普通の拳銃持ってる感じ。あ、これだ、これ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 がいい。これがいいでしょ、これ。これが欲しい、俺。なんだかわかんないけど、強そう。これがいい。これ良くない？これ。めちゃくちゃかっこいいじゃん。何の機能なのか全然わかんないけど。これいいじゃん。こういうのを待ってたんだよ、俺は。そう。あ、いいじゃん。これかっこいいじゃん。これいいじゃん。これ。これかっこいいでしょ。ガンツだね。なんかこういうのが好きなんだよ。こういうのが。そう、いいじゃん。この人の作品。いや、いいじゃん。だからバカっぽいのが好きなんだよ、俺。バカっぽいのが。いや、売ってない。あ、もう逆にここまでいじるとかっこいいわ。もうここまでやると俺は好き。ハンドガンの痕跡がもうグリップみたいになっちゃってるっていう。ここまでやろうよ、ここまで。グレネードランチャー風ハンドガン。これいいでしょ、これ。そう。何それ、グレネードランチャー何？いや、ハンドガンですって。これ出てきたら笑うっしょ。お前、すごそうな武器持ってるな、つって。うん、ハンドガンだけどね、つって。ハンドガンにこのそ、お前何個スコープついてんだよ、みたいなさ。何と戦う銃だよ。これ俺好きだわ。これいくらすんの、これ。こういうバカっぽいのが欲しいのよ。だからハンドガンなんだけど、トリガーっぽく見えてるけど、ハンドガンをゴテゴテにカスタムしました、って。鮫島さん買いましたよ、つって。なんかこのパーツに入れるのかな？このパーツにここにハンドガンをはめ込むのかな？ すごいな、これ。これだったらいいでしょ。これ欲しい。これ欲しい、俺。これにしよう。マジで。ハンドガンですよ、つって。え、これ買うわ。決めた。これ買う。いいんだよ、もう。9800円。これ9800円だよ。のんちゃん。え？ 9800 円だよ、のんちゃん。ガスガンじゃないんじゃない？在庫がねえじゃん。え、これ超欲しいな。アメ横ファーストっていうの？アメ横ファーストって書いてあるね。カスタムガンなんだ。ハンドガンカスタム。ハンドガンカスタム。
そう、この店行こう。この店の店主は分かってる人だよ。うん、ハンドガンカスタム。ハンドガンカスタム。え、何？ど？え、さっきの欲しいな。これ飾りじゃないの？飾りだよ。遊べないじゃん。違う違う、だからハンドガンを普通に持ってるだけじゃダメなんだよ。そこやっぱ大人の遊び心が俺は大事だと思ってんの。遊び心がすげえな。コスプレ用じゃない？コスプレ用じゃん、ちゃんと使えるって。うん、ハイキャパ買ったんだここで。え、これ欲しいんだけど、めちゃめちゃ。俺唯一これだと思ったのがこれなんだけど唯一欲しいと思ったもん、心の底から。心の底からこれが欲しいと思ったよ。それん、なんだこれ、ガンブレード。おー、かっこいい。え、これかっこいいじゃん、ベレッタ。え、ここのかっこいいんだけど、なんか、え、これかっこいい、ブラッティナンバーだって。え、こういうのがいいじゃん。え、なにこれ、超かっこいいじゃん。なにこれ。あー、やっぱ作るんだな、みんな。はん、これめちゃめちゃかっこいいじゃん。こういう、もう自分で作るしかねえのかな。改造しよう。あー、めちゃめちゃかっこいい。だからもう FF っぽいっつーかさ、なんか漢字みたいな刻印入ってるしさ、こういうのがいいんだよな。やっぱ無理、売ってないんだよ俺が欲しいものは。やっぱりそうなんだよ、欲しいものは売ってないんだよいつも。いや、だからコスプレでいいんだよ。なんで売ってないんだろう俺が欲しいものは。改造すっか。ベースとなるやつを何にするかだよね。ベースとなるやつ、わあ、めっちゃかっこいいじゃん。こんなんが欲しいんだよ俺。これベース何？こういうのなんで売ってないの？そう、だから俺はだからそのレイヤー思考なのかな。これめっちゃかっこいいのいっぱいあるじゃん。めちゃめちゃかっこいいじゃん。うん、かっこいいんだけどこれ。超かっこいいんだけど。何これ、これが買いたい。何これ、めちゃめちゃかっこいいじゃん。ベレッタなんだ。じゃあベレッタ買うか、ベースは。あ、じゃあグロック C、 グロック 18C だって。あの連射のやつだ。めちゃめちゃかっこいいじゃん。あー、くそー、欲しいものがない。やっぱカスタム。なんだこれは、ん、なんだこれ、部品かな。何に使うんだろう。ハイキャパ用。何に使うんだろうな。あ、これかっこいいじゃん。これかっこいいんだけど。うん、これかっこいい。だからね、多分ね、俺が言ってんのね、デザインの問題なんだよ。デザインがかっこ悪いものを使いたくないんだよね。もう自分でやるしかない。だからこれだよ、これ欲しいってこれハンドガンにこれつけたいんだけど。これ、あ、もう今すぐ店員さんに聞きに行こうかな。あのハンドガン買わないといけないんですけど、かっこ悪いから使いたくないからこうしてくださいって。ハンドガンをこうゴテッとしてるっつうかさ、なんじゃいそりゃっていう、そのインパクト、ドラマ、ドラマがないやつはやだ。凝った作りが好きなんだよね、なんか。
なんかもう、なんかもう、あり、あ、もう、いいや、俺これで行くわ。これで行こう、これ。それ違うよ。ウィーンっつって。ウィーン、ウィーン、ウィーン。これいいじゃん、これ。ハンドガン。それは飛べないから。せっかく唯一ね、気に入ったのが出てきたのにな。いや、もうだからハンドガンいらないって何回も言ってんだけどね、怒られるんだよね。鮫島さん、マジ切れだったかんな、あの人。グロックの変態カスタム、オッケー。ありがとう。グロックか。グロック。なんかどんどん詳しくなるね。変態。こういうこと。そういうこと。そういうこと、そういうこと。ああ、いいね。あ、よくない？あ、なるほどね。やっぱ自分で作るしかないのかな。カスタム、もうだから俺はカスタムしないとダメなんだろうね、多分。カスタムの本買おう。ハンドガンカスタム本買いに行こグロックカービンって何これ。パイレーツっぽい。テレテッテッテレテッテッテレテッテッテレテンテレテッテッテレテッテッテレテッテッテレテン。ねえ、いや、そういうことなんだけど。でも使ってるぜ、ちゃんと YouTuber。 この人、ガンオタクの YouTuber なんだけど、ちゃんとレビューしてるからすごいよな。この人がレビューしてない動画ないんじゃないかっていうね。すげえよな。あ、ごめん、URL 切れ。URL 長すぎ。すごいよね。こんなネタ中もちゃんとレビューしてるからね。ハンドガンゴッテゴテにいじろ、もう。夢が広がったじゃん。う夢っつうか金めちゃめちゃかかるぞ。このダサいんだよな、この縦長な感じが。そう、すごいオタクなんだよね、この人。スケボーは売らねえわ。結構ハマってるわ。楽しいわ。なんとかなるよ、後からなんとかなるから、なんかドノーマルな感じの買うか、じゃあ。
ドノーマルな。マシンガン買って怒られたやつ俺だけじゃないの多分。マシンガン買って準備したら怒られたんだよ俺。お前舐めてんのかっつって。びっくりするよ本当に。のんちゃんはグロックが欲しいって言ってて、え何 C18、うん、一番高いやつじゃねえかよお前。ふざけんなよ。まあいいや、プレゼントちゃんとしたの買ったことなかったから、じゃあ責任持って買います。すごくない？付き合って1年して彼女にまともなプレゼントがグロック C18、 えハンドガンだぜ。どんなカップルだよ本当に。いや新品買ってあげるよ。デリンジャーがいいよ俺。遊べないの意味が分かんねえんだよな。いや当たったら勝ちなんでしょ。お揃いにしようかな。いやのんちゃんにハンドガンは結構危ないから、取り扱いは俺がちゃんとしっかりしますよ、うん、持ち出し禁止にすればいい。うん、ちょっと待ってケースに詰めて。やっくんありがとう。アイテムのんちゃんのガスガンはこれか。1万7000円かよ。のんちゃんにこれプレゼントしますよ。じゃあちゃんとしたプレゼント、うん、俺もじゃあお揃いにしようかな。電動ないの？え？電動よりもガスの方がいいんだって。うわ、うん、え、でもお揃いせっかくねカップルで持ってんだからさ。いやこれ売ってたんだよ8万5000円で。笑ったよこれ。これ爆笑したよ本当に。マジで爆笑したもん。氷が削れてる。これターミネーター、まあ、8万5000円で売ってたよ。強すぎるだろ。これ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 8万5000円だった。これちょっと買おうか迷ったもん本気で。 P90 やめてこっちにしようかなと思ったけど、これは笑うよね。バッテリーの大きさが異常だからね。あ、バッテリーを背中に背負うんだ。すごいよね。いやガトリングガンは夢あるでしょ。アホすぎるよな。のんちゃんはグロックの 18C。 俺は何にしようかな。いやカスタムできないじゃん。ベレッタはカスタムあんまないの？やりにくいのかな。どうなんだろうね。ベレッタか普通に可愛いんだけど。あ、カオスのこれかな。ハイキャバってこれかな。カオスが持ってるのこれじゃん。結構ごっついやつ、うん、配信用の使えるけど、使えるけどあれは配信用だからな。配信用の
カルマスター、タクティカルマスター、ミリタリーモデル、あーイライラする。ハンドガン全然魅力感じない。ベレッタが書いてないんだけど、ベレッタってどこにあんの。ベレッタ、ベレッタ、ナイトウォーリア、ベレッタが売ってないよ。いやじゃあ本当に怒られたんだってさっき。てかリスナーさんでハンドガンもうちょうだい。もうめんどくさいわ。誰か買って。もう俺やっぱ興味持てねえわハンドガンに。のんさんと明日なんか上野と秋葉原両方見てくるわ。あ、リアリア島作戦ね。なんか P90 は普通にもうテンション上がるんだけど、ハンドガンはテンション上がんなかったんだよな。なんでなんだろう。だってこれを持っててハンドガンを持つ意味が全然わかんねえんだよな。だってこっちの方が強えじゃん、どう考えても。なんで強い武器買ったのに弱い武器も買えって言われるんだろう。ブーメラン持ってんのにヒノキの棒買えって言われてるような感じがするんだよね。ハンドガンでは遊びたいんだよ。うん、いや分かるよ。鮫島さんがハンドガン、うん、いやドンキで売ってるやつでいいでしょ。もうなんだろうな、謎のこだわりなんだよな。いや玉切れがジャムがあるからってね。まあだから実際に俺がやってないからわかんないんだろうな。ジャムるっていう現象と玉切れの現象がよくわかんないんだろうね、実践が経験ないから。ウェポンゴムナイフも怒られたんだよねさっき。ネミ。これ東京丸井だよ。丸井の新品。投げナイフね。手裏剣とかね。手裏剣とかね。ニンニンつって。マシンガン1秒間に25発出んのかな、これが。1秒間何発出んだろう。だからまあ1分持たないって言われたね、フルでやったら。300発もね、ものの10秒ぐらいじゃん。スナイパー、のんちゃんはスナイパーやりたいんだって。
すげえネジの数だな。高かった。全部で3万5千円だよ。3万5千円買ってきましたって報告したら怒られたんだよ俺。お前舐めてんだろって。揃えましたじゃねえんだよっつってこっちは6万使ってんだよって説教食らったんだよ。レーザーサイト付きのやつ、そうそうそう、レーザーサイトじゃない、ダッツサイトか、ダッツサイト。うん、コットさんいらっしゃい。俺3万5千円使って怒られたんだよ。びっくりだよ本当。びっくりでしょ。わけわかんなくない？なんで俺怒られてんだろう。全然意味わかんねえ。いやなんか多分ハンドガンが好きなんだと思う。その鮫島さんはハンドガンが大好きなんだと思う。それは分かった、伝わってきた。あの人ハンドガン好きなんだよ。待ってちょっと待って、丸いのサイトよりこっちの方がいいんだけど。そのファーストってさっきあのカオスが買ったサイトあるじゃん。これファーストって読むかな。ファーストだよね。フィースト、ファースト。ここの方がハンドガンの品揃えいいんだけど、なんで丸いの公式は現行モデルってこと。これかっこよくない普通に。どういうこと。古いやつが売ってるってことかな。普通にかっこいいのあるんだけど。ファーストだよね。え？どういうこと？ファーストの方が品揃えめちゃめちゃいいんだけど。え、どういうことこれ。ファースト見ればよかったな。あ、これにしようかな俺。ストライク、ストライク45、ストライクウォーリアー売ってるじゃん。あ、売り切り完売か、在庫なしか。うん、あ、なんか標準みたいですね。
こで買おうかな。あ、でもそんな多いわけじゃないんだやっぱり。在庫がないんだ。在庫がないんだろうね。取り寄せとか。なんだろうね。これ欲しいんだけどこれ欲しいんだけど、これなんで在庫ねえんだよ。これ欲しいんだけど、受注注文じゃない？なのかな。これ売ってねえのかな。店舗行ってもあまりないんだ。何回見ても笑うもんな。何回見ても笑うってすごいよね。俺のハンドガンこれしかないんだけど、もう完成形なんだけど、これ笑うっしょ。だって笑わない？何回見てもかっこいいもん。これどうにか手に入れてえな。これは1万円払う価値あるでしょう。これは何回見ても笑うよね。こんなの持っていったら。ロケットランチャーですか？いえ、ハンドガンですけど何かっていう。これがだってさ、俺敵でこれ使ってるやついたら笑うもんね。これ作れないのかな？何度見てもロマンしか感じないかんだ、これ。俺はこれ使うべきだよね。これだったら俺怒られてもいいもん。何が悪いんすかって突っ張れるもん俺。いや、ハンドガン買えっつったからって、これだよね。どう見てもこれないのかな。これなんていうパーツなんだろう。これに代わる何か売ってないのかな。いや、もうこっちの方が重たいっすよね。重心のバランスおかしいだろ。前のめりなんでしょ。これなんで俺に売ってくんないの。これどっかで売ってねえのかな。これ検索しよう。これ欲しい。これがどうしても欲しい。あ、こっち側も完売してるわ。え、これ売ってないのかな。絶対これなんだけど、これ以外考えられないもん。これこれ欲しいなぁ。在庫ねえんだよ。人気なんだよ、やっぱり。もうどこのサイト見てもないもん。ね、誰か売ってこれ。これが欲しいよ、俺。色違いでもいいわ。完売しましただもんな。え、どこで、うわ、超いいじゃん。在庫ねえんだよ、どこも。ふざけんなよ。ふざけんなよ、マジで。うわ、超欲しい、これ。
在庫ねえな。なんで在庫がないものを作らないの？コンバージョンキットって言うんだ。ある？コンバージョンキット。ああ、もう今すぐ新宿のお店行って店員さんと語り合いたい。あのオタクの店員さん。オタクの店員さんと語り合いて。語り合いてえな。おっと、ちょっと待って、ヤフオクにはあるか。おっと、売ってるわ、売ってるわ。うわ、超かっけ。新宿にあるなんつったっけな、武蔵なんだっけ、もう頭痛い、なんだっけ、あるよ。新宿行ってきたよ。新宿で買ったもん。越後屋、越後屋、越後屋に行ってきたの。オタク名前が分かったな、これね。コンバージョンっていうらしい。コンバージョン、いや、ちょ待ってね。アマゾン行こう。コンバージョン、ハンドガン、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、みんな。1点出てるじゃん。ワルサー P38 あったよ。あるな、あるじゃん。これだったら、いや、ハンドガンですってなるでしょ。高えな、2万5000円か。本体込みだね。もうどれが本体か分かんないけど。あるでしょ、本体込みでしょ。これガスガンなのかな。スライドモデル、フィックスドスライドモデル、カービンコンバージョン。あ、だから探せば出てくんのか、もしかして。アマゾンすげえな。アマゾンには何でもあるわ。どっちが本体か俺には分かんねえけど、あるな、あるわ。これを買ってこれつければいいのか。もう何がどうなってんのか全然分かんないけど、これかっこよくない？めちゃめちゃ。これ MQ ってやつを買ってこれつければいいのか。MQ 買ってこれつければいいのか。ねえ、かさむなぁ。かさむなぁ、これ。すげえかさむぞ。うんうん。でも、あることはあるんだね。さすが世界のアマゾン。あるわ。あるわ。いっぱいあるわ。本体どこ行ったの？これは本体はない。だから本体買ってカスタムしてくださいって感じでしょ。あるわ、いっぱいあるわ。あるわ。とりあえずうわ、あるじゃん。あるあるある。コンバージョンっていうワードを覚えたよ、俺。コンバージョンというらしいよ、このパーツのこと。コンバージョン。でもハンドガンのメリットの出しやすさとかも一切皆無だよね。ハンドガンらしくないもん。あー、かっこいいじゃん。ほら、これとか。これかっこいいじゃん。俺が欲しいの、こういうやつよ。これだよ、これだよ。カスタムすればいいのか。
もうアマゾンってすごいね。こんなん作れるんだもん。だから自分のこのマウント、これ3500円だから、拡張マウント。あるじゃん。金かかるぞ、これ。めっちゃかっこいいじゃん。めっちゃかっこいいじゃん。めっちゃかっこいいじゃん、これ。わ、すげえすげえすげえ、あるじゃん。本体は何でもいいって。やった。本体も何でもいいや、本当。正直本体何でもいいや、俺。のんちゃん明日見に行こうね、一緒に。いいよいいよ。あ、でも見えてきたね。カスタムのパーツがいっぱいあるから、見えてきたな。ほら、こんなんもあるもん。わあ。すげえすげえ。すげえ。いっぱいあるじゃん、こんなの。いいじゃん。あ、見えてきたな。サバゲはいつやるか。だから俺の道具待ちだみたいな感じで説教食らったの、2時間。おめえがハンドガンも持ってねえからこっちはできねえんだよ、つって。ボロクソに怒られた。だから俺の道具が揃ってかららしいよ。ああ、見えてきた。大丈夫だ。分かった。カスタムをしないと。ハンドガンの特徴である取り回しは死ぬけど見た目は良くなる。ホルダーに入らないだろうね、多分。だけど腰に下げてたらめちゃめちゃかっこいいぞ、あんな。なんか、すごい、ハンドガン。無人島サバゲなんて男の夢だよね。その3日間とかで。まあ1日でいっか、1泊で。そういうのはありだね。コンバージョンね、コンバージョン。コンバージョン、覚えとこう。コンバージョンキット。コンバージョンキット。オッケー、覚えた。コンバージョンキット。まあ3日は本格的だよね。コンバージョンキット。20人ぐらいで最高だよね。絶対セックスするバカいるわ。絶対セックスするバカいて、後で炎上するパティーンだよ。あ、疲れたわ、もう。こんなんがその、パーツでしょ、要は。疲れたよ。おそうだね、鮫島さんがずるいっていうぐらいかっこいい銃作ろう。もう本当に頭きたから。ハンドガンに関してはもうワド一番うるせえからって。 トラウマになった経験をもとに、ハンドガンのことはワドに聞けっていうぐらい詳しくなろう。もう頭にきた。サバゲーの雑誌とかもあんのかな。いや、なんかね、結構リスナーさん好きな人多いし、リスナーさんがプレゼントしてくれるんだよね。だから、その多分サブマシンガンとかのんちゃんのやつは、なんかあげるよっていう人結構いて、ちょっといただくことになってる。ありがたいよね。じゃあ、おいらはそろそろ寝るわ、みんな。また明日、よろしくね。ありがとうございました。ハンドガンミーティングでした。お疲れ様でーす。あ、え、何？髪型の話ほとんどできなかったね。おやすみなさい。お前コメント欄荒らすなよ。
バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん。